きられんだと。何もしない10年とやってみる10年、あなたはどちらを選ぶ？人工心臓だ。お父さんが作ってやる。何が起きるか誰にもわからない。10年で絶対できます。一体いくらしたんですかこれ。1000万だ。坪井さんとなら本当にできると僕は思ってます。直してやるからな。お父さんが絶対直してやる。これなら完璧です。よし、これはいけるぞ。よしみちゃん、よしみちゃん、よしみ、よしみ。実用化は目指さない。それは私の結論です。ここで坪井さんに手を差し伸べられないのなら、私は医者になった意味もありません。もはや完治は不可能です。人工心臓ができても、よしみは。私、もうダメなの？大丈夫に決まってんじゃん。お父さんは私のために何年間も頑張ってくれた。私の命はもう大丈夫だから。ディアファミリー、どうしてもやらなきゃいけないことがあるんです。